とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、これを使ってみたいと思います。これ。ギフトでもらった、魂のハンタークロスボウ、ダイナモ貫通、だね。すごい欲しかったやつで、もらいました。ありがとうございます。で、さらに、ここ、マルチショットが、つくっていう場所なんですよ。マルチショットがつく。なので、この、魂のハンタークロスボウに、マルチショットがついたら、どんな感じになるかっていうのが、わかるんだよね。やっぱりね、無限ダイナモで、マルチショットがつくと、めちゃくちゃ強い。で、さらにこれ3連射だから、すごいね、火力が出ると思うんだ。一度、このね、最高のセットを試してみたくて、やっていきます。とりあえずダイナモ20貯めないといけませんね。あ、いや、ありがとうございます。オッケー。まあ、これは雷の矢筒で行くので、もうこんぐらいでいいですかね。ありがとう。ちなみに装備ですけども、ウィザーのアーマーだね。霊気、雷フォーカス。で、覆われた怒りのリフレッシュ吸血、クリティカル、アーティファクトシナジーがついてます。リフレッシュ吸血がついてるし、6% 回復か。あれもあるので、まあまあまあ、かなり硬いです。無限ポーションバリアもいいけども、まあこれでもね、全然硬くて戦っていける。相方は、ハムカツさんはあれだな。多分、無限ポーションバリアのリフレッシュ怒りだと思うね。おお、もう、珍しいな。平日だよ。平日の朝だよ。あ、そうか、もう、卒業して、春休みに入ってる人っていうのも、いるんだよね。そっか、そうか。普通の平日かと思ったら、そうだね。もう、春休みに入ってる人だって、いるから、うわぁ、すげえな。やば、やば、やば。あー、落ちちゃった。あ、天候だ。あー、マジか。おお、でも一気に回復する。いい感じ。てかみんなこれ怒りじゃない？みんな怒りできてる。今怒り流行ってんのか。おお、行くね行くね。あ、そうかそうかそうか。やっぱりあれだね。よし。ポーションバリアがついてると突破力があるからいいね。ガンガンいけるもん。やばいやばいやばい、死ぬ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 。確かに回復はするけども、防御力が上がってるわけじゃないんで。なるほどね、突破力を上げるためにやっぱり、ポーションバリア欲しいか。じゃあ、使え。いや、面白いな。いや、怒りとこの、無限ダイナモは、相性いいね。めちゃくちゃ面白い。となると、クールダウン2あってもいいよね。いや絶対あれだ、キノコはいるし、アーティファクトランがちょっと圧迫されるね。まあ仕方ないところ。キャプテンいない、うん、ここにはいないか。じゃあいった。ああ、あれね、素晴らしい。もう素晴らしいとしか言いようがないです。回復してくれるもん、やっぱり 6% 吸収で。多すぎない、敵多すぎないか。うにゃ、敵が多い。さすがやね。大丈夫、よっしゃあ。どう、多分無限ポーションバリアが切れたのか。やべえ、にゃーにゃーきゃー。頼むぞ、あとは。うわー、あーあーあー、ダメだ、厳しい、ここ厳しいよ。
ちょっとあそこはマジできつかったということで壊れたシタデル、ここで、リベンジだ。うん、HP1、そしてクリーパーに代わって、吸血。あ、吸血持ってんのか。うん、まあまあいいか。もともとついてるけども、いいか。まあまあ、ここは、クリアできるでしょう。行ってみましょう。あそこきつかったわ、本当に。地獄のようだったもん。オッケー。ボスまでもう少しですね。大丈夫か。でもね、さっきの火山に比べると、もう、天然で大したことない。やっぱりあそこはひどかったよ。とんでもなかったもん。ああ、俺も入れてくれ。あそこはまあまあ、スポナーもいてね。で、しかも出てくる敵が、エコーのエンチャント持ってるから、もうゴリゴリ削られるのよ。あそこはきついって。まあ、それに比べれば、ここはね、もう HP1 だけども、全然大丈夫。余裕。まあ、ボスが楽しみだね。どんな感じか。でも、このね、ハンタークロスボウの無限ダイナモン、これはむちゃくちゃ強い。うん、しかもマルチショットがついた時の火力ってなかったね。やっぱり、今探したいものは、無限大なものをハープクロスボウか、何があった？このハンタークロスボウの、無限大なものをマルチショット、あれが欲しいね。ぜひとも欲しい。ちょっと頑張って。出してみようと思います。よし、もうあとはボスだね。頑張っていきましょう。ワンパンとかする装備じゃみんなないね。では頑張りましょう。あ、誰か持ってるかな。バリア持ってる。どうだろう、わかんないね。まあなくてもいけるか。みんな避けよう。避けちゃおう。うん、カバンの人もいるし、雑魚処理は、まあ大丈夫でしょう。オッケーオッケー。ちょっと一気に。もう待て待て。ダイナモで、俺がダメージを与えたいところだけども、若干溜まってねえな。なんか、途中で使っちゃったか。よし、オッケー。あ、いいね。いいね。いいよ。あ、またダイナモ切れちゃった。なんで雷の矢筒してるんだけどね。なんかダイナモが切れる現象がありますね。なんでだろう。なんか急にダイナモが切れちゃったりしますね。なんでだ。まあ大丈夫か。その原因は今度調べよう。とりあえず倒しちゃいましょうね。よっしゃー。はい、それでは今日は、朝からデイリーマルチやっていきました。ハンタークロスボウのね、これ無限ダイナモ使ってみましたけども強い。うん、でもなぜかダイナモが切れる現象があるので、まあ、その原因はちょっとなんとか突き止めてみようと思います。なんでだろうね。はい、ではまたやっていきます。面白かったな。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。